国際ソーシャルワーカー連盟 IFSW はソーシャルワーカーの国際組織であり、1928年パリに設立され、2020年3月現在加盟国が129カ国ある団体です。世界ソーシャルワーク学校連盟 IASSW と国際社会福祉協議会 ICSW 等と合同で2年に1回ソーシャルワークの国際会議を開催してきています。 IFSW の目的としては、全世界のソーシャルワーカーが一団となって国際レベルで人権擁護、公正なる社会の構築、世界平和の実現を願い活動することを目的としています。今年2020年のソーシャルワーク国際会議はカナダのカルガリーで開催予定になっていましたが、皆さんご存知、コロナウイルスの世界的流行により開催が中止となってしまいました。最近では2014年にオーストラリアのメルボルンで、アジアでは2016年ソウルでも開催されていて、この年は僕も初めて国際学会に参加してプレゼンテーションの機会をいただきました。2018年はヨーロッパ、アイルランドのダブリンで開催されています。こんにちは、福祉の未来デザイン研究所の泉です。今日のテーマは Think Globally, Act Locally。 世界規模で様々な社会課題に直面してきた人類は、様々な手法でその課題と向き合い解決し、また解決を試み社会を進化させてきました。加速度的に変化の続く社会において、そういった社会課題に最前線で向き合う我々ソーシャルワーカーとしてどのような視点を持つべきか、今この瞬間に生きる我々がどう世界全体を俯瞰して未来を描くか、今日はそういう視点を皆さんと分かち合いたいと思います。家でたまに妻が、はい、僕が帰りが遅い時とか、こいつを俺の席に座らせてます、ね、なんかだんだんそうですね、中里さんに見えてきましたもんね。これ中里さんがパンダに似てるのか、パンダが中里さんに似てるのかみたいな、出てくる。おお、すごいすごい。まあ、改めてよろしくお願いします。はい、改めてよろしくお願いします。今日のゲストは東京の福祉大学の、中里さん、中里哲也さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中里哲也と申します。福祉の未来デザイン研究所の客員研究員をしています。中里です。よろしくお願いします。そう、客員研究員。うちの研究所、すごい客員研究員の人たちがたくさんいる。自分が福祉の未来デザイン研究所の客員研究員だと思ったら、その瞬間から客員研究員であるみたいな福祉の未来をやっぱり作っていきたいという人であればってことですね。そう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 、そういうことですね。上手に言ってくれますね。さすがだなと思います。名前は中里哲也と申します。都内の、まあ、とあるクリニックの方に、生活習慣病であるとか、特に肥満の人を対象にしたソーシャルワークシステムを約15年ほど行ってきました。現在専任の講師として福祉経済学の方で働いております。趣味縄跳び。趣味縄跳びです。縄跳びって縄跳びですよね。趣味縄跳び、小学生の時に誰もがおそらく1回はやったことであるであろう縄跳びです。はい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 。一番できた時は50跳びまで。シュン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 って感じですね。50跳びは。ヒュン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 。ちょっと言い過ぎ。前職のそのソーシャルワーカーとして働いてた、その病院、珍しいですよね、そういう。高度肥満症と言われる、まあ、生活習慣病の中でも、特に高度の肥満、BMI でいうと、例えば40とか50とか。社会の中で生活のしづらさを、まあ、抱えているということから、その外科治療、まあ、胃を縮小を伴う手術、安心安全に、まあ、治療が受けられる準備、心身ともに準備をしていくということのお手伝いをしていました。まあ、個別のカウンセリングであるとか、グループワークを通じて、支援を行ったり、保険診療になるような提言であるとか、当時日本で誰もいなく、海外では割と、まあ、メジャーなカテゴリーではあるんですか。めちゃくちゃメジャーなカテゴリーの中の一つになっています。ただソーシャルワーカーさんがじゃあ関わってるか、社会福祉系の人が積極的にその中で関わってるのが当たり前かと言われると当たり前ではないんですけれども、関わることに
の一つの職種の一つとして、まあ、掲げられているというのはあります。私が初めて学会っていうところに参加をしたのは社会人医療ソーシャルワーカーの1年目の時です。自分から参加しようと思って参加したわけでは最初なかったんです。一緒に働いていたチームのドクターが参加をするので、まあ、日本でたまたま国際学会が開かれる、国際肥満外科学会、そこに、行くぞと言われまして、この本読め、この論文読め、こっちも読んどけ、あっちも読んどけ、で、パワーポイント作ってこい、みたいな、最初はできない状況のまま、とりあえず学会っていうところに参加をしてみようと思って、できる限りのことを小録も書いたり、パワーポイント作ったりしながら、初めて1年目に国際学会っていうところに、右も左もわからないように参加したというのが最初の参加した経緯です。本当に何を話をしてるんだろう、この人たち何の目的でこういう意見交換してるんだろうっていうのも、わからないままだったんですけれども、まあ自分もいろいろなことを知らなければいけないっていうことですね。いろいろな人に話しかけ、まず楽しもうと思ってですね、まあいろんな話をしたわけですね。まあ、そしたら、自分の世界が広がる感じがしてですね、二つの目的で参加するっていうのが、ずっとテーマとしてあります。で、一つは仲間づくり。二つ目は自己検査、クライアントのためだったりとか、同じ領域で働くワーカーのためにも、自分が働く組織のためにも、など、いろんな目的があっての自己検査。まあ、特に仲間づくりということにおいては、まあ、これは国内外問わず、いろんな学会に参加すれば、いろいろな仲間ができると思うんですね。参加をしていった時代です。今まで参加したことがある学会は、最初国際肥満外科学会っていうところを拠点にして、社会福祉系の学会では日本医療社会福祉協会、社会福祉学会、日本ソーシャルワーク学会など、まあに参加をしていました。まあ、学会以外でも研究会であるとか研修会は国内外問わず参加をしてきたということが結果ではあります。発表したんですか？しました。英語もう右も左も分からないわ。発表してなんか経験値ってやっぱ詰めました。詰めました。なんか自分のやってきたことをきちんと他人に伝えられる能力とか、自分の研究をプレゼント、その場で貴重なフィードバックももらえるっていうところが非常に良かったかな。初めてその自分たちの取り組みをなんかまとめたものをプレゼンテーションする機会があって、まあ、ね、ゲー吐きそうなぐらい緊張したのを覚えてますけれども、なんかすごいその経験がなんかその自分自身のこう、なんか成長にめちゃめちゃ繋がった感覚とかもありますし、そもそも全く繋がりのなかった人たちからこうね、意見もらったりとか、顔見知りになれたりとかして、急に人間関係が広がったような確かに記憶があるんですけど、まあそもそもその繋がりでいくと、僕らもお会いしたのもその学会でしたもんね、そういうね。そうです。SWSD、 簡単に訳すと国際ソーシャルワーク会議、はい、それの2016年のソウル大会の時に、はい、お会いしたんですよね。そうです。まあ言うたらその時からのご縁でね。そうですね。仲良くしていただいて本当にありがとうございます。こちらこそ。あの時にこう私がコーヒーを飲んでる時に後ろから喋りかけてもらえなかったご縁はないですからねまあでも、あ、本当でもそうですよね。そうですね。そうなんですね。一応、まあ、僕はその初めて国際学会でその自分のなんかことをプレゼンテーションする機会をもらってたんですけれども、はい、まあ、そんなに僕、中崎さんとかと違って、ね、英語できないですよね。こう、もう本当に練習してこう発表するだけだったんで、行ってから気づくわけなんですよね。あ、質疑応答があるんだって、ね、あ、しまったと思って、まあ、そこも全く準備してなかったんで、これちょっと質疑応答で質問とか来たらピンチやなと思って、誰かその英語をね、上手にこう、助けてくれる人いないかなって探してた時にこう、まあ、中里さんがたまたまこういたと、目の前にお会いできてよかったみたいな感じですけど、本当ですね。なんとかなったのと、まあ、そうか、あれもだからすごい僕にとってはすごいいい経験でしたし、ソウル その大会に出るまでは、まあ、もちろんその国内でのそういう学会いろんなところに参加して、まあ、それなりにこうネットワークが広がっていったりとか、まあ、自己研鑽だったりとか、本当にこうたくさんのものを得れてたと思うんですけども、単純に世界が飛躍的に広がった感覚はありますね。
ソウルの時も、80カ国ぐらいでしたっけね、参加されてる国、ね、アジア、中国の人とか、シンガポールの人もいてたし、ね、まあ、ヨーロッパ各国、アメリカ、カナダ、南米、中南米からも、で、あと、アフリカの国からもね、来られていて、はい、もう世界中からでした。友人になったワーカーが多分世界10カ国ぐらいのワーカーさんたちと、まあ、お友達になれたかな。今でもそのつながりがあって、今年のオンラインの学会の中でも何回かやり取りをしている。まあ、僕はこうやって中里さんと出会ったように、ソウルの時にシンガポール人のソーシャルワーカーの人と仲良くなってですね、家族旅行でシンガポールに行った時に、まあ、その仲良くなったソーシャルワーカーの人に連絡を取って、あの向こうで一緒に食事をしたりとかですね、なんかシンガポールのそういう施設を案内して見学させてもらったりみたいな感じで、すごいこうあのいい思い出ですし、勉強にもなりましたし、やっぱそういうこう人のつながりが広がっていくっていうのは価値だなと。どこでそのどういうつながりが発生してきてですね、そこが役に立つかって全くわからない。国際学会に参加するのってわざわざ自分の国を出てですね、遠くの国までお金と時間をかけて、そのカンファレンスに参加しに行こうっていうわけですから、まあ、日本人に限らずですけど、まあ、みんなそれなりのその学習意欲とか熱意とか、まあ、すごいなかなかこう密度の濃い場にはなりますよね。人の出会いとも、はい、勉強という意味でもあります。いろんな価値がある仲間ですからね。いや、そうそう、そういう意味で本当そう、いろんな人がいるなと思って、で、本当にたくさんの人たちが世界にはいてて、そういう多様な人たちでこの世の中っていうのはできてるんだ、みたいなことをなんか改めて考える、うん、なんか機会にも、地球規模でのなんかつながりみたいなのを感じて、記憶視野が広がった感覚と、例えば多様性尊重でっていう言葉であるとか、集団的な責任っていう言葉がクライアントがいて求めてきて提供するっていうこと以上に、アウトリーチ的な活動として人の命を守ることが最優先になるんだ。街中でこういる人たちの一人一人の命に自分たちがこの制度政策を設計しながら守っていかなくちゃいけないんだって話をしてた時に、原点に立ち返る機会になったっていうのが大きな学びだったなって思います。あとアボリジニーの人の話も聞く機会なんて全くなかったので、オーストラリアの彼は結構意味深いの。日本の中で生活してるとあまりこうピンとこないんですけど、その多民族多文化とのなんかこう、まあ、問題というか、ああいう国際学会とかに入れると、まあ、そういうのが非常にこうトピックスとして大きいですよね。大きいと思いますね。ソーシャルワークの国際会議、2014年にオーストラリアのメルボルンで行われた会議では、ソーシャルワーク専門職のグローバル定義が採択されるという会議だったんですね。で、そこにやはり自分も行ってみたいという思ったのがまず最初のきっかけでした。2000年に、カナダのモントリオールで、採択されたソーシャルワークの定義からどのように変わっていくんだろうっていうことを一番学習したいなと思って、そういったソーシャルワークの実践や、まあ、各国の考え方の違いであるとか日本の見られ方っていうのもすごくこう学ぶ機会になったなっていうのがすごく感じた機会だったなと思います。今年は本当は2020年はカナダのカルガリーで開催される予定だったんですよね。はい、あ、今年はオンラインで7月の15日から19日まで開催されていた。24時間視聴可能ということで、またはライブ配信という形で、パネルディスカッション、パネルセッションに登録してみることができる。例年以上に、やはり家から見れるっていう、この手軽さから移動しなくていいっていうところから、結構見れました。今年参加をして、どのセクションにおいてもコロナウイルスに対するソーシャルワーク、コロナウイルス患者とかコロナウイルスの制度政策に対する、まあ、ソーシャルワーク実践っていうのはやっぱり考えていかなくちゃいけない、ソーシャルワーカーとして考えていかなくちゃいけないというどこのセッションにもあって印象がありました。今回2020年から2030年にかけてのグローバルアジェンダのソーシャルトランスフォーメーションっていうのがテーマの一つになっていたんですけども、2030年までにソーシャルワークというのがどういう形変えていくのかなっていうのをすごく私は気になっていたんですね。
あの10年前のやっぱりソーシャルワークの形とこの2020年現在の形って同じ価値の軸は一緒でもやっぱりやり方とかいろんな手法の中で今回オンラインで出てきたので当時当たり前じゃなかったのが今当たり前になっているんですね。また2030年はどうなってるんだろうかすごくこう気になりながら聞かせてもらったっていう、まだ私の中でそのじゃあ2030年はどういう形が出てくるのかって明言できることはないんですけども、あのそういったことを考えるきっかけになった時間だったなと思います。はい、一応今日の動画の終わりにみたいな感じで中里さんからなんかまあメッセージというかコメントをいただいて、まあ、終わりの方向にしようかなと思うんで、はい、日本の社会福祉を学んでまた日本の困ってる人を助けてっていうのは当然にして大切なことでソーシャルワークとして大切にするんですけども、世界のことも知ること、グローバル基準で考えていくっていうこともすごく大切になるんじゃないかなっていうのは私は考えてるんですね。やはり自分の実践現場を大切にしつつ世界へ考え視点を向けて一歩踏み出すっていう勇気がとても重要じゃないかなっていうふうに思っています。チャレンジすると失敗って結構多いんです。失敗はまあ、ある意味キャリアっていうふうに思えるように思ってきています。行動してしたからこそその自分のキャリアになったなっていう感覚をすごく持っていて、行動力、チャレンジ、一歩それに踏み出すっていうことを常にし続けるっていうのがやっぱりワーカーとして実践ありきの専門職なので、そこでやっていくっていうことの方が重要かなって。社会の情勢に合わせてソーシャルワークの形を変えるっていう当然だと思うんですよね。ソーシャルワーカーはあのチェンジエージェントだっていう話をずっと言ってたんですね。変化を起こす人としてやっぱり立ち振る舞わなければいけないのかなっていうふうに思う。世界をねより良くしていこう変えていこうみたいな感じの思いをやっぱその実現するのに大前提としてその今の世界がどんな仕組みになってるのかっていうのをやっぱ知るっていうのはまあ当たり前ですけど大切ですもんね。楽しい職業だと思います。まあそれはすごく思う。そこですごく謙虚でなければいけないっていうのはすごく意識します。自分の価値が 100% 正しいとは思っていなくて、どの価値が正しいんだろうっていうのは社会の側が決めたりとか、やっぱり自分が決めるものではないっていうふうに思っていて、やっぱりソーシャルワークに自分たちが活動する価値を一番大切にしながら、あの自分の価値とも折り合い合わせながら考えていくっていうのが大切になると思います。自分が見てる世界ってのは非常にまあ限られてるわけですよね。まあ、視野もあるし、はい、まあ、生きてる世界なんてなかなか知れてるわけなんですけども、で、まあ、自分自身もだから非常に無力な存在であるっていう事実を、まあ、ある意味そういう広い世界を見たり、たくさんの人たちの多様性の中で、に身を置くことで初めてこう知れるというか、自分の小ささみたいなのが、改めてそこで初めて、まあ、より謙虚に自分自身の存在をこう、まあ、決めようとかね、はい、考えようという意識を、持てるのかなみたいなのは確かにそう僕も、まあ、それで果たしてどこまで謙虚に生きれてるかっていうのはまあ別問題、分からないです、はい、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまた。そんなわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。良かったなと思ってくださる方がいれば、また高評価ボタンやチャンネル登録していただけると、まあ、作っていた励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いします。パンダちなみに、パンダちなみにどんなもんですか？こんなでかいです。でかいですよね。そのパンダは何のパンダなんですか？等身大パンダ。等身大パンダ。いやいや、その今回の中里さんのお話の中で、まあ、チャレンジして失敗することもまたキャリアというお話があったかなと思うんですけど、勇気を持って行動して得られることというのは、まあ、それが良いことであっても、まあ、結果失敗であったとしても、まあ、全部ね価値に変わるんじゃないかなという感覚は僕自身も持っていて、共感するところでしたね。何事も、まあ、動いたもん勝ちみたいなところもあるような気がしていますし、まあ、これからもですね、僕自身は勇気を持って積極的に行動し続けていきたいものだなと改めて思ったところでした。
では最後までご覧いただきましてありがとうございました。福祉の未来デザイン研究所の泉でした。今日も一日皆さんにとって素敵な一日になりますように。完璧です。ではまた。この感じでちょっと会話しておきましょうか。あ、いやいやいや。あ、じゃあ、これ、こん、あ、倒れそうや。